ていうか、またホットスポットや。え、俺ら恵まれすぎてない？俺ら恵まれてるけど勝ててないんだよね。ランドスポットもいい。何やランドスポットってお前。何やそれ。ランドマークもいい。初めて聞いた。そんな喋るのバレるからやめろ、口開くの。え、ちょっとさ、ハイドしない？もうなんかイライラするから。もうさ、やろう、マジで。もうずっとやりたかった、俺。悔しかったわ。言ってくれよ。もう悔しかった。俺、今出てきたわ、それ。やっけ、やろうやろうやろう。ずっと悔しかった。え、ごめん。ハイドできてない。だよね。え、どこ？ちょっとじゃあ、とりあえず。このアンチのハイド？こっち側からムーブする。あ、タワー出そう、青バスで。オッケーオッケー。ライヒさん？ん？アマあげて、スタッフさんに。ここかな？俺はあげたくないから。ありがとうね、大地さん。あれ、いいの？ありがとうね。無理じゃん、それ。え、それ無理じゃん、それ。え、いけちゃう？これね、もう知ってるんでね、ここいけんの。あやかちいけんの？でも俺死ぬかも。え、クラウトしてる、クラウトしてる。え、押す？え、クラウトしてるよ、すぐそこ。これね、絶対来るよ、起こしたら。起こす？いや、起こさねえだろ。無理だよ。これ起こされへんの、俺。もうお前、いない。お前最後までいないよ、もう。俺もさ、もうご飯食ってきた、俺もう、いや、このチームのやつで。説明してや、それ。近い。やばい。やばい、ちょっと。やばい。あとで待って。やばい。一番北側で起こそう。そこもいる。そこもいんの？うん。ちょ、もう、ガチ一生行って、お前ら、マジで。いや、いるわ、これ。ダメ。終わった。とりあえずこっちは入れそう。いや起こしたら熱い。いや起こした後すぐ自分のアサリに行って大ケ。オッケー。起こすよ。絶対これある。いる。どうで死んだっけ俺。あったわ。自分のボックス透明化してるから。青山です。110。いやガチ熱い。大丈夫、来てない。ビーチ来た、俺の方ビーチ来た、ビーチ来た。この家大丈夫、行け。ホライゾン、ホライゾンに行く。片50。上のドア押さえてるわ。ちょっと待て、これ外で上がってほしい。オッケー。たくさんの方行くよ。乗ってる。いや、うん、これさ、真ん中のパーティー来たよ。ああ、来てる。えぐいて。やばい、バカしかいねえ、もう。よし、行くよ、俺。あされる、大輝。うん。自分の。あさられた、俺のやつあさられた。あさられてるとこ見た、俺。とりあえず、この上取れるわ。あさられてた、まあさられてる。かばしてあげて、かば。めっちゃろ。750。そのまま行け。U ターン、大輝。オッケー。オッケー。で、どこ行こう。バルジャーあるよ、一応。カウント行こう。もうさ、マジで貴重行こう。来るかな？いや、いっぱいいるから来ないんだもん。俺、なんかモニュメント側見てるけど。あ、ランスラいる。あ、ランスラ。来てる？クラフトしてる。バルジャンあるよ。あ、いや、クラウトしてる。まだクラウトしてる。いや、いないな。俺ら意外と安全ね。いや、ここ。上の人に気をつけて、大輝。受け取れるわ。出すぎると。出てくるよ、それ。あ、死んだ。いない。こっちファイトしてる、左一気に行こう、これ。うん、いや。こいこう。このまま行くよ、うん、行く。真ん中。どう。やった。この周り見るわ、当たっときいいよ。左見て。左見て。
るかましてるかましてる。来てるわ来てるわ来てるわ。終わったら漁りたいな俺。周り見てる。オッケー。左40。もう一人60。75入れてる、75入れてる、1人はい、忘れる。オッケー。名前、名前走る、名前走る、誰かわからんけど待って、待ってる、待って50、待って50。くる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 来るよ。左下に入れてくる。あ、ごめん、死んだ俺。ピンノ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 。待って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 待やばいやろ、こいつ。ナイスナイス、それサブチーよ、サブチーよ。え、くれくれ、3部隊3部隊3部隊。右見て、右見て右めっちゃエリア広い、敵の。まくうん、ゆっくりでいいと思う、ゆっくりでマジタオル落ちるよ、これ当たった当たった当たってゆっくりうん、ゆっくりでゆっくりで巻いてます。これ、ゆっくりいったらいい。あた、晴れた、ここでもいい。ここでもいい。赤ピン取って、赤ピン取って。大輝、右押した方がいい、右押した方がいい、ちょっと。ヘッジゴー、ハリグ、ヘッジゴー、ポイントだ。あ、無理だ。よく頑張ったわ、でも。右に回りだ。まあまあまあ、3位3キルなら、まあまあまあ。ナイス、IGL やね。なんか、あそこから復活すんな、熱くね。確かに。なんか、よかった。確かに。途中までガチで終わってたけどな。ワンチャンありましたね。右が俺がゆかりパーティー。そうだな。俺がコテってなっちゃったのがよくねえわ。でも起こしきる鬼の鬼の強心臓でもあれやろ、掘れたんちゃう、ちょっと。うん。スバラ。しかもまさかの金ノックね。そう。いや今の次だろ。いや今の試合大輝さんのおかげでここまで来れたわ。ああ、ほんまにありがとうございます。うん。大輝本当にお前うめえよ。エペックス。今の試合で思ったわ。やっぱお前うまいわ。だから何そのやっぱアメとムチのさ、そういうよくないよそれ。ええガチガチ。いやでもさ、いつもいろいろ言ってるけどさ、お前のこと大好きだから。おい一緒。いやなんかいつも俺お前に下手とか言ってるけど、うん、やっぱこういうとこでお前うまいなと思う。なんかあったら言えよマジで俺らに。うん。俺ら二人に最初に相談しろよ。じゃあユニバいつ行く？それは大丈夫。いや俺はいつだってレディできてんの。いや次勝つか。次勝つか。てかアンチが全部北なんだよ。そう。よく被せる初動。鬼の批判クラブ。負けても勝っても。いやガムシ。三宅しばきに。いや三宅だけパンチしたい。で俺レッツファッキンゴーって言いたいもんね。パッドだからな。それだけは言ったか。俺ら3キーマンだよ。すごいよ。誇ろうぜ、もう。スリーキーマンどころか、3バカだよ。いや、2バカか、ごめん。いや、1でしょ、1。いや、でも、今の試合はね、0バカだったわ。いや、てかね、大輝さんがやばかったって、今の試合。なんかね、強いもん。いや、今の試合、大輝さんやばかったよ。いや、起こす判断の速さとかさ。作さんも、なんか伝えといたら、普段伝えられないこと。なんかね、俺、結構お前のことを雑に扱ってさ、なんか絡むの今後絡むかどうか考える時もあると思うけど大輝は俺お前のことマジで大好きだから俺を信じてほしいわ。これからもよろしく。泣きながら聞いてた俺。いい友達持ったなお前。ありがとう。大事だからこうやってこういう大会にもさ一緒に出ようって思えるじゃん。やっぱりお前のこと好きなんだよ。なんかちょっと泣きそうやねんけど俺なんで。お前出会えてよかったわ、本当に。エイペックス4年間やってて、一番良かったことは、大輝さんに出会えたことだからさ。大輝がいなかったら、サクさんとも今さ、この多分、繋がれてないじゃん。俺今日、ツイッチでクリップ見ててさ、3年前のクリップに CG ヘシコと、大輝と、ジュプ、サクでランク回してるクリップがあって。うわぁ。よくさ、その時大輝さん怒られながらランクしてたじゃん。うん、お前マジ一人で死ぬな、みたいな。うん、そのクリップ相変わらず大輝一人で死んで俺思いっきり大パンしててみんなシーンってなってた。
ガチのガチの空気だったあれは。え、じゃあ見たいな。あの時はあの時はちゃんと持ってたからだポイント。そう、あの時本気で盛りたいのに大輝が一人で死んで俺が本気で大パン。ちゃんとやってたもんあの時。俺ふざけて大パンとかじゃなくてガチで切れて大パンしてた。それあっての今やから。そういうのも乗り越えてきて3人で。そう。いやそういうの本気だからこそやっぱ友達なんだよ。そうだよ。ちょっとなんかほんまに泣きそうな気分。あ、